僕はどうすればいいのあなたずっと名前呼ばれていますよさん元気ですか時刻は午後6時を回りました。 お届けしている曲はサムエルの「Yes 様がいれば大丈夫」です。皆さんこんにちは。キノンン聖書教会プレゼスの放送ですこの番組は身も心も疲れてしまっているあなた。生きていく気力がなくなってしまったあなた。とても急いで助けを求めているあなた。そんなあなたのための番組です。 30分間どうぞお付き合いください。はじめに宜野湾聖書教会キム・トンヨン牧師をご紹介します。キム先生は「韓国は広州にある教会の牧師のご子息として成長されました」。ある日「日本で宣教しなさい」という命令が神様から下ったそうです。この命令に従順されて 1994年に来日されました。1998年からは沖縄に移られて宜野湾聖書協会の牧師として神様からのメッセージを語り続けておられます。はい、キム先生お呼びしましょう。キム先生はははいいいここんんんんにちはこんばんはがもっとかいいかなわりません 久しぶりのカリー氏のキムです <laughs> よろしくお願いします、はい、お願いしますそして今日もこの番組を支えてくれるミキサーは今日もファッションが素敵ですできすぎる男キャンさんですキャンさんはい皆さんこんばんはえー、本日なんと祝百回目の放送ということで<ー>どうもおめでとうございますやかっ ありがとうございますはい、そして私はあらかきですどうぞよろしくお願いしますさて今日のテーマは氷と雷の災いですあなたずっと名前呼ばれてますよギノワン聖書教会プレゼンツジーザスコーリングユー まず、今日の聖書箇所をキャンサーに読んでいただきますね。今日は100回目、はい、出エジプト9章13節から15節、そして少し飛んで18に行きますね。では、朗読をお願いします。はい。主はモーセに言われた。明日の朝早くファラオの前に立ち彼に言え。ヘブル人の神主はこう言われる。 私の民を去らせ、彼らが私に仕えるようにせよ。今度、私はあなた自身とあなたの家臣と民に私のすべての災害を送る。私のようなものが地のどこにもいないことをあなたが知るようになるためである。実に今でも私が手を伸ばし、あなたとあなたの民を疫病で打つなら、 あなたは力消,消し去られる見よ明日の今頃私は国が始まってから今に至るまでエジプトにいなかったような非常に激しい氷を降らせるはいありがとうございますすべてのすべての災害ってゾッとしますねではキム先生メッセージお願いします はい、こんにちは。いや、こんばんは。ねえー、今日はあの6番目の災いについて話をしたいと思います。今まで神様は直接パラオに声をかけたりしたことは一回もありません。今日も、えー、モーセとアーロンを通して神様の命令、神の御言葉を伝えるようにします。 なんででしょうかね神様が直接パラオに話したらもっと早く解決されたんじゃないでしょうかそう思いませんかしかし神様はパラオに直接語るのではなくてモーセを通してアーロンを通して語いました私たちは神様の前で立つと思いますか 人々は、ある人は、いや、絶対そんなことは怖いからだめ。いや、私は無理、できない。それが普通の答えでしょう。神様は、新約聖書で、ひどり子を与えるほど私たちを愛してくださり、罪人である私たちのために、ひどり子を私のような姿で送ったと語ります。 その罪人である私たちを通して神様は働くことを喜びますそれでモーセを通してモーセといえば本当に長い間もう自分ができないと思ってもうイスラエルの民を救う会員をするということさえも忘れたような存在であろうモーセを通してパラオに 神様の御言葉を伝えるっていうことですさて今日はひと雷という災いですけど神様は14節15節の御言葉を通して私が今手を伸ばしてあなたとあなたの民をエキで打つならあなたは力消し去られる。 あなたたち全てを全部消え去るようにすることもできるよという話をしながら神様はパラオに警告をしまた大きな災いを語りますパロとエジプトの民が覚えることは何度も何度も繰り返られる神の命令よはい、わかりましたという信のではなく 自分の欲に従って逆らう罪は今死んでも当然であるしかし神様は我慢し待っておられるということです今回の裁きはどんな裁きかするとひょっと雷です特に雷って私の近いところで大きい声を出す時私たちはびっくりして ああという大きな声を出しながら驚き本当に怖がっています沖縄ではなかなかひを見ることはね少ないいやほぼないかなと思うぐらい暖かいところですけどひょうといっても小さいひが降るのはそんな怖くないと思いますしかし今日は野にある家畜が死ぬほど 大きな氷が降ってくるということです。神様は今回の話題としても、今までなかった氷と雷を走らせ、不純と高慢について、神様が今、怒っていることを直接示します。神様はパラオが何にも悟ることができないまま、滅びるのを願います。 神様の前でパラオはイスラエルの神ってどこにあるんだ私はそんな神知らないとタイタというでしょうか傲慢に語ります。しかし神様はそのようなパラオに神様がどのような神様であるかを一つ一つの災いをとして示してくださる。傲慢であっても裁かれる人でも神様を恐れるように。 恐るべき方であることを示してくださるということです。神様は、創世記を見るとき、一回語れば全てを創造することができる。創造主の神様です。エジプトを、さっき中4節中5世の御言葉のように、一瞬で消えさせる。本当になくなってしまうように。 強いい力を持っているしかし神様は何度も語ることによって示すことによってこれが空前ではなくて私が討たれるのは神様に従わなかった神様を拒んだこの罪であることをパラオが覚えるように何回も何回も繰り返して罰を与えるということ パロの傲慢と滅びは私たちに鏡になります。ああ、パロは本当に愚かだね、本当にダメだねと思いながら私たちもそのように愚かであることを覚える必要があるということです。私たちにも潜在的にその罪の習慣が残って傲慢になって、 他の人を無視したり、いや、私は絶対大丈夫だよ。私にはそんなことないよという、そのような高慢を持っているということです。神様はイスラエルのためにを区別し、性別して災いを与えないんですが、そのエジプトに災いを与える時も、主の憐れみ主の助けがあるという。 神様は彼らがその災いの知らせを聞くとき、3つの可能性を残します。それは御言葉をもって、パロの公慢を示しまた、時間を定めて大切な家畜を避難させる時間を与えるということです。また、全てを滅ぶのでなくて、滅ぼすのではなくて、 神様は残り物を与えるということです。今日読なかっ、読まらた中国政府中国節のところ言いますと、それにもかかわらず、私は私の力をあなたに示すために、あなたを立てておく。また私の名をチェンチンに告げ知らせるためである。あなたはまだ私のために対して、高ぶっており、彼らを生かせようとしない。 パロは本当にでですね高慢ですねね高慢神様が何度も私の民を生かせなさいとしながら災いをやったいてもそんなことはできません私は偉い神様のような存在であると自分を誇り高慢になって神様に戦うような罪を犯しているという この見言葉があったからこそ、パロは災いを落として、自分の罪を一時的に、今までは私が悪いだけじゃなくて、今日は私は神様に罪を犯したと、明確に語ります。またさっき話したように、神様はエジプトの人を裁く時、ある時は一瞬何にも喋ゃずる。 警告をせず、罰を与える時もありましたが、一日の期間を与えます。皆さん、一日の24時間でどのくらい長いでしょう多分エジプトの人は、どにいる家族を集めるのには、避難させるのには十分だと思います。今日読まなかったんですけど、聖書の中で、エジプト人の中で、二つの部類に分かれます。1つは 神様が明日、氷と雷をもって災いを与えるよという話を聞いたとき、こっそり神を恐れて家畜を集めて避難させる人がいます。おい、早く避難させなさいなんとかしなさいという。しかしもう一つは神の御言葉を無視します。そんなことないよ。こんないい勉のうに、こんな。 晴気のにあられじゃなくて氷河がそれも家畜が死ぬような氷河をが降るというのはありえないと思って家畜を放置します神様はさばきの中でも恵みを与えてくださり憐れみを与えてくださいますさきにも話したように 神のためにはそのような裁きがない、そのような災いがない。しかし神様は滅びることを決めた人でも、神様の前で悔い改めて、神様、ごめんなさい、助けてください、許してくださいと叫ぶ人を憐れんでくださり、許してくださる神様です。 神様はその家畜を避難させるエジプトの人の家畜には損がないように野にある、野にいるその家畜だけを裁きます。またもう一つは野にあるすべての野菜、穀物を滅びるではありません。まだ目が出てない小麦などは被害を受けない。ひょ 雷の災い、火が走るような、そのような災いの中で、神様はエジプト人を憐れみます。次、何かしないといけないという、本当に茶節の中で、迷っている、参ってしまう、そのエジプト人を配慮して、残すということです。災いの結果はどうなったんでしょう。 神様の御言葉の通りに、モセが杖を天に向かわせると、神様の怒りがどのようなもので現れるんですか。聖書を見ますと、エジプトのチェンドに、雷と雹が火を混ぜて降りかけました。ただのひだけ降っても、もう怖いのに、雷があって怖いのに、 火と混ぜて振りかける。今まで見たことないですね。本当に恐ろしいです。怖いです。私たちはイスラエルの民にはそのような被害が全くないことを覚える必要があります。イスラエルの民がそのような資格があるからではありません。神様が彼らを ご自分の御手の中でで置くことを決めたからです神様はイスラエル人を選んで愛してくださいました神様は罪人である私たちを選んで神様の御手で守ってくださることを決めたということです神の道を覚え自発的に神に使えるために彼らを保護します 私たちをどうして神様に出会いを捧げ、神様の皆を賛美するように、褒めたたえるように、私たちを覚えて導いてください、守ってくださるということです。こ日も神様は、私たちが神の御言葉によって、主の御言葉に従うことを願う。私たちが どんな資格があるからではありません。私たちが神様の御言葉に従って、神様と共に歩むためには、はい、第一、こんな資格が必要です。こんな条件が必要です。これをクリアしないといけないというです。そうすると、誰が信じることができるんでしょうか。私たちには何の資格がないです。しかし、救い主エース・キリストの忠実か。 イエス・キリストを信じることによって、私たちはきっと認められ、正しいと認められて、神の子供として受け入れてくださる。神様は私たちが、罪人や私たちが、イエス様を信じて、イエス・キリストを信じて、神様に出会いを捧げ、使える、それを喜んでおられるということです。今日読まなかった27節のところ、 パラオはアロンを呼び寄せて今度は私は罪を犯した主は正しいお方だ私と私の民は悪者だ今までパラオと違う表現です神の御言葉に逆らうことそれを罪であると認めるもちろんパラオはその後すぐ心を変えて 猛瀬に厳しくこんな敵ないと裁きますが神様はその高慢を明確に示してくださいます私たちはこの神様の憐れみに頼って今日も神様に助けを求めて歩んでいませんかありがとうございますはいありがとうございますキャンさん感想をお願いします っ、はいえー、と氷が降る、えーと、雷が鳴る、えーうん、それに加えてですねあの気温が急に下がるとかってなってくるとあの、うん、頑丈な建物に避難してください、えー、竜巻も起こる可能性があります <laughs> 昔、巻き込まれそうになったことがあったのであの怖い思いしたんですけど、あのー、本当に竜巻とかそういう氷って怖い恐ろしい自然現象ですね、まあ、雷も含め。 うん。それを自在に起こされるとなると、もうファラオおしまいですね、本当に。そうなんです。<laughs> いや怖いですよ、とても。はい。はい、ありがとうございます。頑丈な建物にね、はい、避難してくださいね。さて、えー、っとでは最後にキム先生、リスナーの皆様のメスあお祈りお願いします。はい、お祈りしましょう。愛する天のお父様、今日も。 このパラオに神様の災いを通して私たちがどのようにすれば神の恵みを受けるかを教えてくださいました私たちはその災いを前に神様にすがり神様に手を挙げて助けを求めるイースキリスト救い主であるイースキリストを信じることによって神様の前で 恵みを受ける人になることを感謝します。その人になる私たちを今日も用いてくださり、導いてください。いス好スする皆にお祈りします。あめ。ア 誓いこっちでし <laughs> あなた、ずっと名前呼ばれていますよギノワン聖書教会プレゼンツジーザスコーリングユージーザスコーリングユーお別れの時間が近づいてまいりました、えー、にゃんおこさん、今日も応援ありがとうございます それから YouTube で音が聞こえないよってお知らせくださった方もありがとうございます神様のことについてもっと知りたいと思った方は直接教会をお尋ねください毎週日曜日の朝10時半からは礼拝毎週水曜日の午後7時40分からはお祈り会を開催していますどなたでも歓迎いたしますまた今日食べるものがない 今夜寝るところがないなどで困っている方も遠慮なくすぐにお電話をください電話番号は098-890-1350です私たちはあなたのお役に立ちたいと思っていますまた教会では毎週火曜日と木曜日の午後3時から小学生を対象とした居場所づくりをしています 希望者には夕食も準備しています。関心のある方はお気軽にお問い合わせください。以上すべてのお問い合わせご連絡は098-8901350098-8901350宜野湾聖書教会までお願いします。宜野湾聖書教会プレゼンツジーザスコーリングユーお別れの時間です。 今流れているエンディング曲は「放とう息子」というタイトルでキム先生の息子のサムエル君が作って歌っています私たちが今どんなにボロボロでも教会になんか行けないよって思っていても神様はあなたに向かってずっと両手を広げて待っているよという曲ですこの番組はあなたの人生にもっと寄り添いたい グループの提供でお送りいたしましたメッセンジャーはギノワン聖書協会キム・トンヨン牧師ミキサーは FM ギノワンのできすぎる男のキャンさんお相手は荒垣ルミ子でしたまた来週水曜日の午後6時にお会いしましょうではヘブライ語で神様の臨在を意味する言葉シェキナーでお別れしますシェキナー 痛いさに気づきました痛いさに気づきました痛いさに気づきました,ました許してください今ま 「私でも満たしてください」